これね、あんまりデビューしてる人がないよね。思いますか。ちょっとじゃあインスタにちょろっと出てるぐらい、 YouTube じゃほぼない、ね、沢さんがそこだと映んないかも。もうちょっと近寄らないとダメかもしれないです。あの逆光というかなんかあれで。どうもこんにちは、今回はですね、沢さん来てもらってます。はい、一夏超えましたね。超えたね。そうかいね。あ、超えたんか。超えた、超えて、本当夏何もやってなかったでしょ、うん、やらないの暑いのに。そう、あの、ね、僕はね、ファミリーキャンプとかやったんですけど、これからキャンプシーズンですよね。もうちょっとしたらだけど、もうちょっと今日は暑いね、これ。そう、ちょっと暑い。で、今日は、なんですか、新しいもの買った、うん、そうそう。っていうことで、何を買ったんですか。物干し竿。物干し竿。竿や、竿だけのやつ。まあ、見たら、多分感想はそういう感想になると思う。あ、マジですか。じゃあちょっとそのね、物干し竿を見せてもらいましょうか。はい、これは何ですか。絵の、イノイノ、 イノのノマドのハンモックスタンドっていう。ハンモックスタンド、うん、なるほど。そうそう、じゃあけどこでもハンモックで、ほほほっていう感じ。これちなみに結構お値段的にはまあするよ。なんぼするんですか。46,000円だったかな。マジですか、うん、じゃあ結構ガチめな。ガチめちゃっとした、あの、これ有名なのよ、これハンモック。あ、そうなんですか、うん、ハンモックのメーカーみたいな。そう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 、なんか、あ、アメリカだったっけこれ。なんか兄弟がもっと楽しくできたら、使えたらいいなってことで、っていうので立ち上げてもらうんだよ、確か。あの、壊れたら泣いちゃうやつですね。そう、泣いちゃう。保証はありませんよみたいな。なるほど、うん、で、あとはなんか買ったものあります。あとはね、まあタープなんか見せてもしょうがないよね、これ。これ4m4mのTC タープ。あ、この色。これね、ちょうどね、僕、あの、前、奈良でキャンプしたときに、同じやつ持ってる人いました。ああ、おった。はい、じゃあ、割愛しようか、これ。いや、でも、物良かったですよ、すごい。これはね、うん、値段の割に、ええらしい。そうですね。まだ一回も開けてないんだけど。一回も開けてない。そもそもね、夏キャンプやってないからね。いや、そう、やらんけん、設営のあれもない。まだ、なるほど、帯がついてるみたいで。やってないのに、いつの間にか10万円分ぐらい買い物してるっていうことでしょ。10万円。いや、これはだって1万円ぐらいだよ。いや、1万円ぐらいでしょ、うん、で、さっきのが5万ぐらいするんでしょ。5万、6万。え、あと何か買ったもんあるでしょ、他にも多分。これそれ、それだけで済んでます。うん、こんだけ。マジで。あ、あとハンモック買っちゃうんだよね。ほら。いや、ハンモックはだって安いもんすか。安いよ、ハンモックはだって。あ、まあ、これあっちで、まあ一応買ったのがこれの中にみんな入ってて、あ、重た。さっきで持たせてもらったけど、もうレンジャー並みで重たかったっすよ。そう、これ、ね、これはちなみに、あの、なんで買ったかというと、前、あの、おじキャン登山帽やろうみたいな。そうそうそう、それもあるし、今回ちょっと遠征に行く系、どんだけ荷物を減らせれるかっていうのを、まあ、減らせるかというか、コンパクトにできるかみたいなことですかね。そう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 、じゃないと人の車で行くのにさ。あ、僕の車で。あ、ちなみにですね、あの、10月の最初の日曜日でしたっけ、うん、そうそうそう、に、僕と沢田さんとですね、2人でこう福岡に遠征しようということで、もう場所も決めてるんですけど、車1台でね、行こうと、うん、いうことで話をしてるんですが、それもあってこれを今回買っていただいてると。そ う, そ う, そ う, そう。じゃないとさ、人の車に自分がいつも持ってくぐらいの量詰めんだろう。そう、さっき持たせてもらったけど重たかったんだよな。そうそう、これここで開けるか、あっちで開けるか。ちょっとあっち行こうか。パトラリーとか入っちゃうんだな、これ。おー、なるほどなるほど。ここぐらいは入るけどさ、これ、この厚み分。ランタンもですね。あと、あと、カトラリーとか。で、もう一個。ここぐらい引き出しというかあれがありますが、ここは何入れてるの。タオルとか入れてるのかな。ここも結構入るよ、ほら、もうちょっと入るよ ね, ね、こういう感じ。お、寝袋とか。そうそう、これが新しく買ったハンモック、ワンティグリス。おお、なるほど。あ、ワンティグリスのやつ買ったんですか。そうそうそう、はあはあ、あとワンティグリスのアンダーブランケット。あとこれがタープ、タープツームルーム。これが4メーター5メーターかな。あ、でもちっちゃいですね。そうそうそう、それとまな板ですか。まな板と包丁のセットで、あと水筒が、うん、これ500のペットボトル用なんだけど、うん、2つ入れられる系、まあ、ガスとか。ああ、なるほどね、うん、そっか。じゃあこれが須田さんお泊まりセットみたいな。お泊まりセット。あ、いつも安心、いつでも安心しちゃって。急な彼氏の家の、急な彼氏の家に行っても大丈夫。どこの彼氏で、何やねんその彼氏。彼女、彼氏じゃないわ。これまだ入れようと思ったらまだ全然入る感じですよね。入る、あの、考えて入れたら、ね、その代わり重量もどんどん上がってくるから。あ、まあまあまあ、まあ、車の中に乗せとくには全然って感じですよ ね, ね、重さもね、うん、じゃあこれがまずありましてというところですね。そうそうそう、で今から物を置いた方が、
ちなみに今日久しぶりの小鳥の森キャンプ場で今撮ってますけども、今日は貸し切り状態ですね。貸し切りじゃね。はい。あのなかなかね、小鳥の森キャンプ場は電話が通じにくいってところあるんですけど、電話さえ通じれば結構空いてるんで、そうそうそうね、皆さん来てもらえれば。根気よくかけたら多分行けると思います。はい、ちょっとじゃあ設営していこうか。行きますか。袋はこういうのに入ってる。これなんか入ってる。袋？こういう袋に。さっきの。ああ、はいはいはい。中にちゃんと小分けに綺麗に入るように。おお。おペグが入ってるじゃん。ああ、なるほど。あすげえ。あ、いかに開けてないかっていうのがよくわかる。買ったらそのまんま。これちなみに今月買ったばっかですか？用意は前からしてたんですか？これいつ買ったっけ？4月。いや、8月に買った。8月、ああ、なるほど。今年の冬もキャンプした時にハンモック箱しようとしてるみたいな。そうそう、もうシーズンインに入ったらしようかなという。なるほど。感じで買ったんですけどね。まあまだちょっと夏が残ってる感じがしますもんね。あっちここ暑いね。そうですね。あった。これはまあ単純にあのポールを組み立てるような感じで。そう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 。このね、動画ってね、うん、日本の方あんまり上げてないのね。外国のは結構見るんだけど。なんかね、俺そのハンモックでしたっけ、うん、に関して思うのは、うん、あのまあハンモック泊する人って結構増えたじゃないですか、うんね、昔に比べてね、うん、でまあいろんな動画とか見ててもそうなんですけど、まあみんな木とかにこうぶら下げてやるというか、そう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 、であれってこう木がなかったらできないじゃないですか、当然の話なんですけど、ね、そうそう、でまあここではハンモックやらないでくださいっていう人も人というか、ね、キャンプ場もあるだろうし、ね、木があってもね、ねえ、片側ってことですよね、これ一片方ね、あで今のであのテンションかけると、テンションかける、ペグも打てるようになってるんだけどね、なるほど。あ、こっちこ、うん、これがさっき言ってた物干し竿っぽいやつ、そう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 、あ、これぶっといっすね、また太いね、ボールがサーカスのボールより太いんじゃない、これ、あ、まあ、このぐらいないと持たんじゃないですか、この根っこが、まあまあまあね、これちなみに素材は何になるんですか、アルミ、アルミ、なるほど、うん、アルミにアルマイト加工がしてあるってやつ、ね、はあはあ、これをね、こっちの方です、これどうなってますか、これがあるじゃん、あ、これ逆じゃん、ちょっと向き変えるね、これにここあるじゃん、うん、これをこう入れてこれだけこれで、あーなるほど、これ片側、もう片側もこうやって組んでいくんだけど、へー、これよ、こっちからだったら逆光じゃないけど、そうじゃない、ほうほう、ね、こういうクリッ、うーん、こう水が入っちゃうやつ、なるほどね、にクリッて入れるだけ、なるほど、設営はめっちゃ簡単ですね、うん、これ耐荷重も結構あるんじゃないですか、耐荷重何キロあったっけ、結構あったよね、結構、これが4シーズン4シーズンハンモックワンティークですね、なるほど、オールシーズン使えますよと、そうそう、これ逆じゃん、だっておかしいみたい、これ逆なのは何が逆なんですか、このフック、こっちこう引っ掛けねえけんの、外向いちゃったから、外に向いてたってことですね、そうそうそう、で、ハンモックが、4シーズン、そうそう、4シーズン、これはついてないよ、これ後がつけたから、カバーは、あ、なるほど、うん、これあると、しまうの楽なんよね、こうばらけないって感じですかね、そうそうそう、これがいいのは、うん、こうもう当然カヤがあるのは最近みんなついてるんで、もう必須ですよね、うん、ただここにもう一枚、うん、ハンモックの上に怪しい布が、どういうことですか、その布は、上かぶせれるよ、この中に、これがフライじゃないけどカバーになる、自分自身のカバーになるってことですか、そう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 、これがね、なるほど、これがあったけこれ買ったんや、あまあちょっとした寒さしのぎにはなるかもしれないですね、そう、ただあまあこの下はないと、ああそうか、ペラペラだから、ね、これでも全然このままでいけるはず、うん、まあ、これもあったら暑いけこれはどっか後ろの
パクっちょけば。ああ、で、まあ、かやをうまいこと使うみたいな。そうそうそう。こういう感じに全部のければ。なるほど。これちなみにこの状態でちょっと一回、座ってもらうというか、寝るというか。これまだこれにかけて座ったことがないんだけど。おお。あ、でも大丈夫そうですね、全然。椅子なしでいけそうやね、これ。ああ、いけそうではあるな。もう何段か下げればいいよ、これね。ああ。下げれば結構いけるんじゃないか。何段目じゃん。1、2、4番目か。これは低すぎるかな。あ、これは低すぎるね、さすがに。3番目、2番目ぐらいかな。これはあの、ハンモックの中身によって全然違うけ。うん、そうですよね。これは、参考にならんかもしれんけど。あ、ちょうどいいぐらいだ、これ。寝るにはちょっと低すぎるけどね。そうですね、ハンモックのこの横幅が確かに物によって違うから。そうそうそう。まあ、あくまでこういった高さ調整ができますよっていうところですかね。そうね。なるほど。さあ、これにさっきのワンティグリスのでいくと、アンダーブランケット。つけてみようか。ちなみに取り付けるときも簡単なんですか、これ。このブランケット。わ、簡単。あ、それ引っ掛けるだけか。俺ダブルしか持ってなかったっけ。うん。ハモック、ダブル用しか。うん。なんだけどこれシングル用を間違えて買って。ああ。こんな感じ？寝るときはまあこれにタープが。タープというか、あの普段過ごすときはこれにタープをつけてみたいな感じですか。そうですね、上に。ただ上にあれがあるけ、うん、そんなに天候悪くなかったらいけるかもしれない。かやもあるけ、上からの落下物も防げるけ。そうですね。よいしょ。これメーカーなんて言いましたっけ。エノ。イノ。イノ。どうした。春日の文化祭のバンド名がエノスですね。エノじゃないか。エノじゃない。イノやね。そうか。ちょっと残念です。もうちょっとだった。イノなんで、イノ。なんかで見たことあるなと思ったんですよ、このイノっていうの。これハンモックが有名だけどね、イノはね。ああ、なるほど。やっぱこういう普通の木とかを使って設営する人が多いんですかね。まあ、ハンモックはね。大概、もともとはそういうコンセプトやから。そうそう。まあでも、どうなんですかね、できないところも絶対結構あると思いますよね。あるだって、うん、木のないキャンプ場でハンモックを木にかけたらダメですよっていうキャンプ場もあるから、ね、そうですね。あとまあやっぱ木の幹がね傷むからやめてくれっていうところも当然あるだろうし、うん、でもハンモックしたいってなったら、まあ普通に打てるこういう弓形のやつ持ってくるか、そうそう、島ちゃんがやっちゃったように自分で作って、あ、自分で作るか。あの弓形のやつっていうのはまあ一応選択肢としてあったんですか。ない。もうさ、花からこれがいいっていう。あ、なるほど。それなんかあの構造上とかそういうことですか。まずか軽いっていうかあのコンパクトにしまえるでこいつ。ああ、なるほど。まあ袋はでかいけど、まあ、確かに弓形のやつって多分スチール製とかそうそうそう。あ、ちなみにあのこれってそのさっきの収納サイズあるじゃないですか。収納サイズ一応バッグになって重さ的には 4,5 キロぐらいのもんですか。もうちょっとある。もうちょっとあるか。ああ、まあでもスチールだったら15キロ20キロは絶対あるでしょ、うん、と考えたら、まあ持ち運びやすいですね、確かに。ああ、まああの、サーカストリポットよりは軽いよ。あれは重たかった。あれは9キロあるけどね、9.7 キロ。ああ、そっか。でもこれも そんなに変わらんぐらい重量はあるっちゃある。ああ。これ、ボールが太いけね。これだからアメリカじゃ有名なメーカーなんですか？と思うよ。ああ、ちょっと待ってくださいね。アメリカに行ったことがないってわからんけど。我々はジャパンから出たことないですから、ね、そうそうそう。あ、ジャパン。まあ、とりあえずこのハンモックのメーカーとしては、まあ、有名で、うん、イノって調べたらハンモックすぐ出てくるけ。これでさっきのあの何でしたっけ、タープをやろうとしてたってことですか。そう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 。タープもついでにやってみます。え、めんどくさい。出た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 、あの撮影するのに出た。めんどくせえ。まあ暑いっすからね。暑いけど、正直もう正直もう
いいかなみたいな自分の仕事はもう終わったと。まだあとは本番、あ、来月のね。そうそう、あ、なるほど。タープ張るのはまあ誰でも張れるじゃん。木にかけるよりは早いよね。もうこの距離決まっちゃうんだけど。ああ、まあまあそうですね。木だったらあの これでは無理だけど、あのじね、あとまあ場所探してとかになりますもんね。こことかも木の間とか広すぎて多分無理だろうし、うん、いや、ここらなら行けるんよ、うん、あ、行きます。あのぐらいがちょうどいいよ、あのブランコは。あ、そうですね。もし普通にハンモック張ろうとしてこれ使うんだったらやっぱ無駄に場所取りますもんね。そう、せっかくあの小スペースでできるのがハンモックのいいとこだと思うんですけど、あの、この人はものすごい、あ、あとこれぐらいか、これぐらいの距離だったら楽勝ですね。あ、こういうんだったらいいんだけどな。あ、そうですね、うん、多分涼しくいけるよね。そうですね、ちょっと狭いか、ちょっと狭いね。もうちょっと、あぐらいだね、やっぱりあぐら欲しいですか、うん、タープ貼ったら、ハンモックがこの辺に来るけ。タープ貼らなかったら余裕でしょ。あ、は、貼らなかったらね。ねえ、多分このからあそこまでが4メーターちょっとあるのかな。だけちょうどまあ入るっちゃ入るね、タープの下に。あ、この足がちょうど4メートルなんですか。確か4メーターちょっとだったと思う。ああ、なるほど、そこの端から端まで。あ、それを考えて4メートルタープ買ったってことですか、うん、あ、そうだね、ゴーグランピング。あ、そうですよね。これのね、黒をね、うん、貼ってたんですよ。あ、そうなんだ。で、あ、これ質感意外といいなと思って、値段も確か安かったはずだから、あ、これいいっすねって話をしたんですよ。4メーター4メーターと3メーター3メーターがあるよ、これ。で、最近 DOD がハンモックシステム出したろ、うん、え、そうなんですか、うん、足つきで。あ、私ね、ちょっと DOD に全く興味がないもんね。そうだ、俺なんか見よって YouTube かなんかで見たんだね。あ、なるほどね、うん、DOD はね、あの、昔はすごいキャンプ始めた頃は安くてかっこいいものを出してるいいメーカーだったんですけど、うん、だんだんもう高いメーカーになってしまったんで。なんか上がったよね、値段が全体的にね、うん、そう、だから興味がなくなってしまったっすね。それはある。あれっすね、あんまり使ってないってのがいいですね、人が。人がね、うん、絶対ね、まず被らない、被らない、ね、あ、これにね、あの、なんかね、あの、下が平らになるハンモック、下が平らになるハンモック、何ハンモックって。あ、あの、テントっぽくなるやつ。そう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 。ああ、分かる分かる。あれをやってる人はインスタで見た。あ、それは快適でしょうね、うん、でもだったらテントの方がいいと思うけど。どうだろう、いや、分かんないですよ、その、ま、でもいいのかもしれないけど、設営楽だけ絶対楽と思うけどね。ああ、それでもまあ、でもこの辺はあれですよね、結局やっぱその自分の過ごしたいスタイルとかそういったことに突き詰めたらって感じになってきますよね。この辺はもうそうね、こういうの買うのはもうそう。そうですよね、うん、うん、ハンモックもう一個引っ付けたら荷物食い場になるよね。ああ、あるんや、あの、そういうハンモック、小さいやつ、荷物入れ用のハンモックっていうの。これ太さとしてはあれですかね、あの、フィールドアのポールよりちょっと太いですか、同じぐらい。あ、ポールあるよ。あ、ちょっと太いね、ちょっと太いね、やっぱり。あ、やっぱこっちの方が太いですよ ね、うん、そう、このフィールドアのポールが確か32ミリだったんですよね。32、やっけ、多分35ぐらいあるんじゃない、これ見たら分かりづらいですね。でも触ったら分かるんですけど、うん、そう、触ったら分かる、この違いね、うん、ちょっと太いよね、こっちの方が太いですね。ちなみになんですけど、さっきペグが打てるって言ってたじゃないですか、どこが打てるになってる。ここ穴が開いてる、ここで、もうこういうとこでもいいけど。なるほど、じゃないとは風吹いてこけるじゃん。ああ、まあ見た感じ一応大丈夫そうだけど、一応、うん、ってことですか。そうそう、これでペグ打っちゃったら。あ、まあでも風、強風吹いたら。あ、そうでもないか、ここのくぼみにペグやるっていうわけではないんですか、うん、まあそれもいけるっちゃいけ。これね、ここバチッと挟むためのえぐれなんよね、畳むときに。あ、なるほど、じゃあ、うん、そういうわけじゃないのか、うん、これが要は専門の、これでペグ。あ、なるほどね。パッと見ちょっとあの公園の遊具みたいに見えますね。この色はね、これしかないのよ。色は確かにもうちょっとなんとかなってなかったですね。俺も買うのじゃちょっと躊躇したよ、これ他に色があればって。ちょっとね、青々しくて、キャンプ場には無関色なんよね。まあ昔のものってこういうの多かったですけどね、この色、うん、こういう色がね、今の流行りの色ではない。流行りはこういう色ないよね、うん、これもし真っ黒とかだったらね、もっとこう締まるというか、うん、あるかもしれないですね。赤じゃ派手すぎるか。でもなんかこの色がまたちょっとアメリカが作ってるとこっぽいですけどね、なんか。そうそう、うん。
どういう体温なの？すごいね、あの音。いや、なんかあのちゃんと10、9、8でやってほしいですよ ね、 ね。なんで、いや、いきなりいつ切れるのかわからない、ね。どうすか、寝た感じは。あ、悪くないよ、寝てみる。あ、よいしょ、大丈夫、ちょこちょこ。じゃあ、マンティングリスそこまでやわじゃないだろ。高さ的にちょうどいいかもしれない ね。テーブルがありゃもう、うん、テーブルあったら絶対いいと思う、ね、これ。椅子がいらんけ、その分荷物減らせれるか。で、なんかこう例えば映画とか見ててなんかだるくなってきたらこうやって横になったらいいですよね、すぐ。これはいい。いや、安定感がある。あるだろう、うん、最初あの座った時確かにこうちょっとミシッと言いますけど、うん、それからの安定感はすごいですね。まあどの分も大体最初はね、ミシッとなりますね、うん、大丈夫かって思う。ならなかったらやばいですよね。よいしょ。だから部屋が2つ分かれてるってことですか、ね、3つになっちゃうね。だけこっちとこっちと、はい、こう足入れる場所とセンターポール入れると。あ、なるほど。そうです。ほんで出さなかったけどペグも入ってたんですよね。そう、ちょっと出そうか。多分これ足がさっきの打つためのやつ。なんかようこれ袋を裂けるって書いちゃった。ああ、まあまあ、これなるほど、ね、ちゃんと名前も入っちゃうね、いいのって。あ、なるほどね。アルミのペグ、これ強いんかな。いや、どうだろうね。硬いところじゃ無理だね、これね、絶対。そうですね。ちょっとも持ってみる。ちょっと持ってみましょうか。トリポットよりはちょっと軽いぐらい、ね、トリポットよりちょっと軽いぐらい。あ、本当だ。でもこれぐらいだったら全然でしょう、ね、こうやってね。トリポットは重いよね。まあ、こういうタープ、このバックパックの下にこう、あ、こうやって作れる系。こっちの荷物はいらないもの結構積んでるから、うん、いらないものどけりゃ。どうせ俺の車に入れるんだったら全然そのまま入れてもらってもね、まあね、構わないですから、ね、これをもうちょっとこれで装備で行くんだったらそんなにペグの量もいらんけ。うん、これでだから10月2日は俺は朝迎えに行きますんで。そう、いいのって。結構部品出したりしてるよこれ。これ一本の木でハンモック2つかけられる、こう幅を広げてハンモック干渉専用。ああ、なるほどね。あ、そういうのもあるんだ。そうそう、結構こういうオプション出してるよ、いいのって。まあ使うことないじゃん。あ、でもこれまだ見ぬ彼女と一緒にこう、ま、使えるかもしれないですよ。夢の世界じゃない。夢の世界。夢の世界じゃない。もう妄想で、妄想彼女。いいじゃないですか、夢見ましょうよ、うん、まだ。ただあのこっち側を荷物置き用のハンモックかけちゃったら。ああ、そっか、そういう使い方もできるのか、ね、タープの大きさが4メートル4メートルだから確かにそれもあるかもしれないですね。いけるよね、うん。まあ、そう思って買ったんだけどね。そのまだ見ぬ彼女じゃなくて荷物置き用に。なるほど、うん、これでまあバックパックありゃ、まあ、行く範囲も広がるよね。そうですね。でこれまではそんな軽量化せずに考えてるじゃないですか、うん、軽量化していけばもっと変わっていくでしょうしね。そう、うん、例えばその寝袋はすごい軽いやつ買うとか、その辺のね、まだ工夫は、まあ、それはかなりガクガするけどね。そうそう、バックパックはでもね金かかるんですよ絶対。バックパックはね、あれみんなすげえなと思うけど、金かかっちゃうのとか思うもん。あの UL ってやつでしょ。そうそう、それやっぱだってこのバックにしてもええ値段するよあれ。ああ、そうでしょうね。 UL のやつだって絶対そうでしょうね、ね。うん、ちょっとおマジかっていう。じゃあこれ5000円ぐらいですね。おお、なるほど。俺も今度バック買おう、うん。まあ、ということで、はい、今度は10月です ね、 ですね。10月やりましょう。やりましょう。お願いします。はい、九州の皆さんよろしくお願いします。お願いします。